はい、まずこの出だしがねちょっとデリケートですね。赤い鼻緒がぷつりと切れた、告げてくれるってありゃしない。ここはですね、歌い方としてはもちろん力を入れちゃいけないんですが、分節の最初の文字だけちょっと重りをつけてあげる感じ、そしてそれに続く文字をですねすごく軽くふんわり歌ってあげるといいんですね。赤い鼻緒がぷつりと切れた、でこういう感じ、ふってやってふわーっていう感じ、ふってやってふわーっていう感じですね。で歌ってあげてください。置いてけぼりを蹴飛ばして駆け出す、このあたりからちょっと行くわよっていう心の準備をしてください。指に血がにじむ、ここでさあ幕がドンと開くという感じですね。威勢よくいきましょう。で指2の湯の字を、いという言葉を湯の前にちょっとつけてあげて、ためをつけてあげるとここがさらに、非常に綺麗になります。指にって歌わないで指、もういって言ってから、いを通過してから湯って言ってあげる、そんな感じです。で5小節ありまして、桜桜いつまで待ってもこの人と、でここで皆さんこの歌をねよく知ってるよっていう方でも結構やってる間違いがあるんですけれども、この桜桜のフレーズ、桜桜って歌いたくなるでしょ、違うんです。桜2回目は桜さの字が低いんです。これ結構知らないで歌ってる方多いと思いますので、ぜひ今日から、改めて直してあげてくださいね。これが、もう一回出てきますよね。死んだ人とは同じこと、もう一回同じように桜桜という風になりますので、2回目は下の方を取ってあげてください。でこのあたりの歌い方はですね、あまり重くならないように、せっかくね伴奏も軽やかになってますので、ちょっと途切れ途切れと言ったらいいのかな、弾んで歌う感じ、自分で少し弾みすぎかなという風に思ってるぐらいが、外に出て聞いた人の耳に届く時にはちょうどいい弾み具合になりますので、ぜひ、こういうね特徴のある歌ですから、個性的な歌ですから、大胆に歌を作ってみてくださいね。花吹雪燃えて燃やした肌より白い花浴びて私は夜桜推し一。ここはね歌ってる人が一番気持ちよくなれるところ、桜吹雪を浴びて私は夜桜推しなんですけれども、もう歌いながらまさにスポットライトを浴びて私はいい気持ちっていう気持ちで歌ってあげてくださいね。それから夜桜推し一、ここも推し一ね、ここ歌うときにおの字をしっかりと下に沈めてあげてください。推し一じゃなんかね、ふぬけになってしまうので、おを2つ重ねるぐらいのつもりで、おーってびっくりしたときに言いますよね。そんな感じで推し一で、さらに派手になる桜桜弥生の空に桜桜、最後花吹雪で、この花吹雪のここは決め台詞になります。でこのハの字がポイントでして、ハっていう時に皆さんくしゃみ我慢してハクションってやるでしょ、その時みたいにもう鼻から口から開いてる穴から全部息がボワーって出る感じで、花吹雪、鼻
の字だけ息をバーッと出してあげてください。それから桜桜弥生のってこう上にちょっとずつ上がっていくメロディーがずっと続いていますので、この階段を一つ一つの階段を、しっかりと音程を外さないように綺麗にしてください。階段登ってるメロディーの時には特にその1段目の音程が重要です。だから桜のさの字桜桜、次はや、弥生の空に桜桜で最後息出して花吹雪は優しくしてください。一番この後はちょっとまた静かになりますのでね。はい、それでは夜桜を七をピアノで歌ってみましょう。ワンコーラス1、2、3、4。赤い花尾がぷつりと切れた、告げてくれるってありゃしない、置いてけぼりを蹴飛ばして駆け出す、指に血がにじむ、桜桜いつまで待ってもこの人と、死んだ人とは同じこと、桜桜花吹雪、燃えて燃やした花より白い花、浴びて私は夜桜を七。桜桜弥生の空に桜桜花吹雪。はい、ドラマチックに歌いましたか？